やだぞってなろ、柴井戸、亮戸、ヨルド、虫眼鏡、ファイフィガー試合アウト。It's me 怒涛の追い上げ、大逆転、絶対徹夜だと思ってた、ねね、俺結構最上位で待ってたけど、ね、抜いてったの俺んとこ狙ってくんだよね、ピンズドでピンズドピンポンがズドなんか微妙な感じでぬるっきたし、最後うおい誰だ誰だろうね、起きてるやめ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 、いっちゃうよいっちゃうよ、ほいバンバン頭がかかりすぎこっちっすか、こっちっすか、まあまあみーやまあまあいや、いきますよ、頼むよ、はい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 、なんお前さシャボンで折れ痛いはい、あーすごい、難しいだから無理だって、これずれるの前行ってくれればいいじゃん、あっつよ、もう俺絶対邪魔しないから、もう見て普通に行くわ、邪魔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 、ここだ、押しついに来た、ついに来た、ついに来た、ついに来たよ、なんでだよ、一回さなんでだよ、一回さお前さ違う、お前だけもう一回やるってくだりやろうと思ったのに、もうやめろ、もうやべ、やべやべほんとにこれ書いたやつ人間じゃないなっていうあの落書きがあるんですけど、柴優大好き元カノの名前っていうのがあるんですけど、元カノの名前に矢印が引かれててデブ誰だこれやったの、おい人の心がないのか最低だなこれは、俺でも怒るぞこれがあるからもうなんか燃やしてあげた方がいいんじゃないかって、なんだかんだで奥戸の陣屋に来ました、ジン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 オクトロジびっくりした、びっくりした、えなんだよ誰にも迷惑かけない罰ゲームということで2週間射精禁止とさせていただきます、終わった終わった、人生が終わった、せっかくさ、メスさんに教えてもらったさ、あの吸引と回転を繰り返す点が勝ったのになるべく違うものになってたら、とにかく得点が高いです、はい、芝居大丈夫かな、勝手に変なもの作っちゃうからあれ、演技演技、え水溜りボンドさんの動画見て、芝居めっちゃちゃんと人参切ってハンバーグ作ってる、えぇ、ー、いやー、お前まるで200円かのようにうずそう、ね、あすごいぞ、ね、2000円ってこれでやっぱ、芝居もね、演技しなくて済むねそうなんだよ、芝居さん、だってね他のコラボ動画で、ちゃんと包丁で止まれいってずっと、ずっとずっと言うして何ヶ月この印象もうそろそろ半年が経ちます以前の動画で罰ゲームに負けた彼は今から24時間マラソンの人たちに対抗するべく24時間散歩で距離で勝っていけるのかっていうのね挑戦していくわけですけども、どうですか気持ちは、あーあーオンティーもこれ売りらしいですね、そうそう、これを応募できるようにするんで、ちょっと億万長者になってくるわ、オッケー、ロスに家買う、今の話を忘れてもしないけどお前24時間あるから軍手のイボでニャンこれ俺らのコメ力がめっちゃ上がってるんだポンポン、あれりょうくんお疲れ様、あ、社長、あ、社長、あ、なんで、あ、楽しそうだね、今日はお餅を作ってお餅から米を作るっていう研究をしてるんですけど、あ、そうなんだ、ご苦労様、ありがとうございます、じゃあちょっと僕先に帰るから、あ、はい、受験隊の二人もね、頑張ってね、じゃあね、バイバイ、また明日、バイバイ、お疲れ様です、ちゃんと社長やってるのか、あの人がいなければこんなこと始まってないんだよな、あいつ落とせばいいのか、米の剣を作って殺そう助手、机をきれいにしてくれたまえ、頼むよ、一人くん、お前それだけはやっちゃいけない、おかしいだろ、博士、行きましょうこの実験中は米以外のもの触ってはならん、鼻をほじるなんて言語道断だ、だってカリカリになっちゃったんだもん、洗ってきます、ならば俺はこうだ米を鼻
に詰めてはならん。なんでそうなった。正気を取り戻せ。おかしい。お前たちが作ったモンスターだよ。早い。お前たちはよ、まだ開始15分だってば。早いんだよ取り乱すのが。洗ってこい。これ分かりやすいな、ちょっとやってみたいな。乾杯運試ししてみるでござるよ。すごくないこれ。ちょうどこの企画のための。いや、さすがに。ナイス。さあ、ステッカーは。ノーステッカー。ないにゃ。これペットボトルのジュースでだから。お前さ、お前さ。何やってんの。いかんじゃん、これ。いや、もう俺飲むからよ、これ。もう一回しろよ。今のターンを。いや、飲まなきゃね。ルールはルール。でも俺正直今、これを押そうとしてたんだよ。あとどっちもいいし。おい、どっちもやん。腹パンパンだよ。そんなきつそうな演技はいい。一発で返すわ。え、今までのやつ一発で返すわ。入るわ。終わっとらんにゃ、お前のターンや。やんなきゃ。ちょ、待って、本当にこれを無理だと言ったらどうする？今、飲むことが考えろ。あ、お前が間違えてこれ買っちゃったのが、もう。お前が押したんだろうが。トシミツが出る。トシミツが真ん中で、シャスで、夢丸真ん中ぐらいに来るんで。じゃあ、僕はここで。で、芝居で次ラップだから、真ん中いないと。俺、次だなと思ったら、この辺に。はい。自分で来てください。クーパ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 ーは前に出るんですもんね。大丈夫。芝居はその間どこに？めっちゃ聞くな、お前。ちょっとどこにいるか。めっちゃ聞くな。俺どうでもいいよ。ラップ、ラップ、ラップ、こうやって出てくるから。ラップ、だからそういうのできない。段取りが見えるわけだよ。全部自己責任じゃん。バカだ。マジでよ。あばらがパンパンちゃんバラバラバラ。じゃあ、さっきと同じ感じで。さっきと同じ。どっちにしましょう。どこと一緒にさ、お前は。次の料理、こちらでございます。じゃあ、ほら。あー、終わったかもしれない。これは俺らが用意した極撃からだ。いや、あるね。100、120の可能性ある。俺こっちだと思う。じゃあお前外したらなんかね。とかがなしだってば。尋常、こっち一回託されました。こっちが 100g です。頼む頼む、白い任せろ。残念。イエーイ。こっち80です。普通にやろ。最初に言ったぜ。あー、怖かった。こいつおもろい動画作ろうとしてるわ。そういうこと。もう降りさせてもらうわ。本当になんかちょっとさ、自分の感覚信じすぎたのかな。どっちか。こっちだよ。ちょっとちょっとさ、やろうよ、先に。とかなしじゃん。チョコ食べたしね。そう、その分の恩考えたら、むしろ妥当ぐらい。俺、だってきつかったもんね。うらめうめ。お前のせいなんだ、バーカ。こぼしたら増やしますよ。次やったら、お前、本当に言うさい。ガチじゃん、ガチ。金沢駅のバスの上に置いてあります。石川県向かってんの今。そうです。今18分。うわあ！ごめん。ただいま。ごめん店長。モニクレスター。顔変わった？いや、たまに重なる交通機関で絶賛臓器ぶちまけてますよ。そんな怖いもんじゃないって。あ、すいません。ここだよ。次の問題だよ。多分。タクシーだよ。あ、え、期間なんだっけ？あ、期間言い忘れてました。じゃあ1ヶ月にします。え？さあ、本当に自分をそんな出題して、自分はトートバッグもらってさ、トートバッグもらってないんだ。いや、僕はちゃんと後からお金あげますよ。僕が昔サブチャンネルを作るよりも前に作った、はい、あのバイク系の動画をあげようかなって思ってたスーフォアチャンネルで生放送されてたので、ちょっとずっと見てました。面白くて。面白かったっす。え、サブチャンネルは罰ゲームは次回生放送は、エアお花見をみんなとするのは、サブチャンネルで罰ゲーム生放送をしてると思いきや、全然関係ないチャンネルでメンバーしか見てない状況で生放送しなどっきり。
だって俺意気揚々と東海オンエア控室で生放送やります今からみんな見てねっていうツイートしたよ。あ、そうそうそう、それ見ました。うん、はあ、だからちょっと拡散しといてあげようと思って、僕のツイート見てもらっていいですか。22時からですって。22時からですって何22時から控室で生放送2時間やりますという。はい、22時から控室で生放送です。うわ、今からまた2時間今のをやるっていうのが一番きしょい。なんでそのドッキリな、どうし、どうしてやろうと思ったそんなこと。おかしいって。え、もう、うん、まあ次はないことを祈りたいけど、また戦えるときは芝居と戦いたいなと思います。うん、芝居さん、今日から1週間なみくじだ。めっちゃめくじだ。やっぱ走って友情が芽生えたんだろうが。おせんだよ、なめくじはよ。それでカタツムリがよかった。